なんで。あらそのご飯だよ、おいしい、よろしい。さあ、給料の分けめ、分けめでいらっしゃいよ。おばちゃん、一本食べてる。どうも。まだ暇ですけど。くんじょうさん、あれ作ったっす全部。あ、ありがとうございます。陶芸からも作れますから、お姉さん。よければ。お姉さんだって。お姉さんね、まだ ね、おばさんだって言ったら怒られちゃうからさ。おばさん。お姉さんだよね。お姉さんじゃない、おばさん。お姉さんだって怒られるよ。あと。陶芸から陶芸からっていうのはこれ入ると陶芸からになります。おじちゃんだけど。おじちゃんじゃお兄さんだからね。私の名産物でございますね。さあまずはこれボウルに混ざっているのが辛さベース中辛になります。7種類混ぜましょう。各地の名産物でございます。さあまずはこちら四国さぬきの名産物からいきます。安草のこちら木一本、辛口のナンバーワン、鷹の爪のこちら純物に紀州、有田からは新物のみかん、この尊い薬剤のみかんからこちら学名陳皮と呼ばれております。こちらみかんの皮を粉末にしたもの、また磯の香りを味わいましょう。江戸は東京からです。松葉園から松葉のり、また金ごま、銀ごま、黒ごま、白ごまと数あるこちら4つの中から、埼玉県からは府中、川越の名産物こちら白ごまのすりごま、また香りといえばナンバーワンとなっておりますこちら東海道朝倉山の本山椒の粉山椒に、また噛んで香ばしいのが野州栃木の名産物、日光名産からは朝の実が入ります。最後生の唐辛子をこちらごまの油で焼きました。信州長野善光寺の名産物、焼いた焼き唐辛子から七色からのこちらお目通り七味となっております。7種類から。さあこれも各地の名産物から名産品混ぜて出来上がりました。品物こちら一般ご家庭大衆向けを、まずは辛さのベース中辛になります。まあ七味唐辛子は香りからまた風味、風味と香りで味わいましょう。製造直売関東さんの食卓の友でございます。自家製造直売でございます。まあ、激辛になりますとこれに辛みを加えます。鷹の爪の純物の辛いところから焼いた焼き唐辛子を加えて辛さ激辛、さあ海苔が入って特製、これにごま山椒の香りを加えます。さあまず辛いところシングル1杯の真っ辛、これに山椒の香りから海苔の香りを加えます。さらに辛みを加えたところが超激辛の辛いところになります。まあ、作り置き詰め合わせているものは一切ございません。お客様に合わせて完全調合いたします。まあ、江戸名産物江戸の香りでございます。さあ唐辛子は風味香りで味わってください。需要薬用となっております。お姉さんこれはね辛いからね。さあ風味一番、保存は冷蔵庫の冷凍室にしまっていてくださいね。まあ、朝夕の食卓の友でございます。またご近所へのお使い物用から遠いご親戚へのお土産物贈り物、まあ、何に使われても喜ばれます七味七色、お客様に合わせて完全調合いたします。風味香りで味わってくださいね。製造直売でございます。お兄ちゃんも大きくなったら買いに来てね。お客さん一人増えて保存は冷蔵庫の冷凍室必ずしまっててくださいね。どうもありがとうございます。ベタとならないと美味しくならないんです。え？どうもね、お兄ちゃんね。また中辛と中辛と、はい、大辛、はい、5個ね、はい、じゃあ香りがいいところね、まず混ぜていきましょう。各地の名産物でございますね。はい、すいません。まずは辛さのベース中辛7種類から。さあまずはこちら四国さぬきの名産物からいきます。八つ房、これ一つの幹から不思議にも数多く八つの房が出るという八つ房のこちら木一本、辛口のナンバーワン、鷹の爪のこちら純物に紀州、有田からは新物のみかん、この尊い薬剤のみかん、こちら先祖代々漢方として使われました。また今現代においてはクミチンキアスピリンという尊い薬剤の原料から、東京は芝慈恵会医大病院におきまして、こちら学名は陳皮、また松葉のように細かく散る松葉型、こちら細かくちぎり散らしたところが松葉のように見えたところから、こちら松葉のりと名付けられました。江戸は東京です。大森名産物、味付けのり、その風味から松葉へ、これ青のりから、また金ごま、銀ごま、黒ごま、白ごまと数ある4つの中から、埼玉県からは武州、川越の名産物白ごまのすりごま、また味といえば香り、香りといえば風味、やはり七味に欠かせないのがこちら山椒の味と香り、誰が植えたか岩山椒、色は黒いが味見はシャンセ、山椒3年目の薬と歌に歌われましたものからは東海道朝倉山の本山椒の粉山椒が入ります。また見た目は硬そうではありますが噛んで香ばしいのがこちら日光名産からは朝の実、
こちら息切れ、動悸、心臓の薬、また人間の嫌な口臭、体液を消し止めるという野種、栃木県日光名産浅の実が入りまして、最後こちら生の唐辛子、これをごまの油で焼いたものです。こちら生の唐辛子をごまの油で焼くことにより味、香り、また辛さにまろやかさが出ます。信州長野善光寺の名産物、焼いた焼き唐辛子から七色のこれお目通り七味となっております。7種類から、さあこれも各種各地の名産物から名産品混ぜて出来上がりました品物。こちら一般ご家庭大衆向け用の辛さが中辛になります。こちらも江戸時代徳川三代将軍江戸家光公のご時世に誕生し、また明治から大正昭和この平成現代に至るまで風味一番需要薬用となっております。七色七味唐辛子、お客様に合わせて完全調合いたします。風味香りで味わいましょう。製造直売でございます。さあこれもただいま混ぜられましたのが中辛、一般ご家庭大衆向けの辛さ中辛に香りを加えます。海苔の香りから特製、これにごま山椒の香りを加えます。さあごひいきご愛嬌、まずはシングル一杯の負け。さあこちらもダブルのサービス、最後これ私の気持ちも入れときます。これが中辛ね、まあ、1年おいしくいただいてください。まあ、朝晩のお味噌汁からおしんこ鍋物煮物からおうどんおそば、あらゆるこちら季節のお料理物用としておいしく召し上がれます。風味香りで味わってください。製造直売でございます。これもごま山椒の香りを加えます。さあこれもまずはシングル、さあこちらもダブル、さあこれもねダブルダブルサービスね、これも中辛になります。まあ、作り置き詰め合わせているものはこちら一切ございません。お客様に合わせてその場で完全調合いたします。まあ、江戸徳川三百という4年の伝統でございます。まあ、唐辛子は香り風味ね、風味香りで味わってください。需要薬用となっております。さあどうぞ、ね、言っていただくと体がいいんですけど、はい、ちょっと待って今ね、はい、もう一個だけ使ったら、はい、あとで大丈夫ですか。じゃあ今とりあえずここだけ作っちゃうので、ね、はい、中辛、まあ、300年の伝統、これも江戸土産中辛。さあ海苔が入ってごま山椒の香り、さあこれもまずはシングル一杯の負け。さあごひいきご愛嬌ダブル、さあこれもダブルダブルサービス、これも中辛になります。お兄さんは激辛ね。さあ需要薬用となっております江戸風味七色、まあ、お客様に合わせて完全調合いたします。まあ、保存は冷蔵庫の冷凍室にしまっておいてくださいね。さあ激辛になりますと、これは辛口のナンバーワン、まずは四国さぬきの麺さん、はい、順番で作りますからね。焼いた焼き唐辛子を加えて辛いところを、こちらが激辛すぐできるかどうかね。海苔が入ってごま山椒の香りを加えます。激辛には辛いところ、まずはシングル、さあこれもダブルの辛いところ、さあ山椒の香り、さらに辛みを加えて海苔の香りを加えたところ、これは激辛になります。前戸は徳川三百という4年の伝統、七味七色、まあ、お客様に合わせて完全調合いたします。容器には満タンに出さないでね、なるべくスプーンで 2,3 杯小出しで使って、残った分はちょっとタッパとかジップロックに入れて冷凍庫しまっておいてください。冷凍保存ね、凍らないから唐辛子がね、まあ、1年おいしくいただいてください。需要薬用となっております。こちら1000円になりますね。どうもお待たせしました。じゃあ次は三味唐辛子、はい、じゃあ、はい、三味だね、三味一つお願いします。三味唐辛子いきましょう。さあまずはこちら四国讃岐の名産八つ房のこちら木一本鷹の爪の地物、焼いた焼き唐辛子からこれに山椒の香りが入ります。さあまずはこちらシングルからいきます。こちらもダブルのサービス、さあこれもダブルダブルサービス、まあ、ダブルトリプルからねスペシャルサービス、これね山椒四椒、これもどっこい椒と山椒が入ります。最後は辛いところ、これが三味唐辛子でございます。まあ、太夫の食卓の友、作り置き詰め合わせはございません。お客様に合わせて完全調合いたします。まあ、江戸は徳川三百有4年の伝統でございます。まあ、風味一番、需要薬用でございますね。まあ、作り置き詰め合わせているものは一切ございません。お客様に合わせて完全調合いたします。自家製造直売の品物でございます。まあ、保存は冷蔵庫の冷凍室にしまっておいてください。はい、まあ、風味と香り風味で味わいましょう。製造直売七色でございますね。これは美味しいからね、この唐辛子。神調合。風味一番でございます。三味唐辛子。三味唐辛子。辛いところ。はい、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。すれ違ったらきつくない。薬用七味七色。これは保存は冷凍室ね、しまっておいてください。毎年一緒で小出しで使ってください。朝夕の食卓の友、自家製造直売、300年の伝統でございます。風味香りで味わってくださいね。どうもありがとうございます。どうも前でありがとうございます。またお待ちしてます。どう1袋、辛さは中辛から大辛激辛、
お好みで調合いたします。あ、そうですか。はい、辛さは、はい、一般ご家庭対象山椒がね、はい、強い方が好き。山椒強い多めの辛さは、辛さは、ね、辛めで大辛ぐらいで、かなり激辛で、超激辛もあります。超激辛で、超激辛でね、じゃあ香りがいいところ混ぜていきましょう。各地の名産もの、まずは辛さのベース、中辛7種類混ぜましょう。さあ、唐辛子は風味香りで味わってください。さあ、まずはこちら四国讃岐の名産物からいきます。八つ房の木一本、辛口のナンバーワン、鷹の爪のこちら純物に紀州、有田からは新物のみかん、この尊い薬剤のみかんからこちら学名チップと呼ばれております。こちらみかんの皮を粉末にしたもの、また磯の香りを味わいましょう。江戸は東京からです。松葉園から松葉のり、金ごま、銀ごま、黒ごま、白ごまと数ある4つの中から、埼玉県からは武州川越の名産物、こちら白ごまのすりごま、また香りといえばナンバーワンとなっております、こちら東海道から朝倉山の本山椒の粉山椒に、また噛んで香ばしいのが野州、栃木の名産物から日光名産、こちら麻の実が入ります。最後生の唐辛子、これをごまの油で焼きました。信州長野善光寺の名産物、焼いて焼き唐辛子から七色、これお目通り七味となっております。7種類からね。さあ、これも各地各地の名産物から名産品十二分に混ぜて出来上がりました品物。まずは辛さのベース中辛になります。七味唐辛子は香りからまた風味、風味香りで味わいましょう。製造直売、サンドさんの食卓の友でございます。さあ、これに辛みを加えます。鷹の爪の純物をただいま混ぜ合いました中辛、焼いた焼き唐辛子を加えて、まずは激辛、さらに香りを加えます海苔の香りが入って特製ごま、山椒の香りを加えます。さあ、まず辛いところシングル1杯のまけから、さあね、これも3章4章どっこい章と山椒が余計に入ります。さあ、風味1番でございます。海苔の香りからさらに辛みを加えます。つくじ置き詰め合わせているものは一切ございません。お客様に合わせて完全調合いたします。これは超激辛の山椒多めになりますね。朝夕の食卓の友でございます。さあ、つくじ置き詰め合わせているものはございません。お客様に合わせて完全調合いたします。需要役員となっております。これも保存は冷蔵庫の冷凍室にしまっといてください。毎年一緒ね、小出しで使うようにしてくださいね。またご近所へのお使い物用から遠いご親戚へのお土産物、贈り物、何に使われても喜ばれますね。七色、まあ、三度三度の食卓のトムでございます。風味一番でございます。自家製造直売、秘伝の香りからね、1000円いただきます。どうもありがとうございました。